医療国際化機構っていうのは名誉理事長が賞さんっていうのは政庄って呼ばれていて、まあ、知らない人はいない商業省さんっていうのをこれね覚えてらっしゃる方もいると思うんだけども実は2年前の3月に<ん>あのジャック・マー,ーアリババの、はいはい、がまさにこの賞さんの日本医療国際化機構を通じて日本にマスク100万枚を寄贈したんですよ。 ああそういういことだったんですかこの日本医療国際化機構っていうのは名誉理事長が二階さんなんですね。うん、なるほで翔さ,、ね、さんと二階さんっていうのは本当に親しい。うん、あでこの日中の関係者、まあ、そのビジネスやる関係者からすると翔さんっていうのは「清少って呼ばれていて「うん、祭りとをあきなう」っていう字のね知らない人はいない。 でこのジャック・マークさんからのねマスク器具っていうのはそもそもは日本から中国側に防護服をまず送ってるんですよだからその返礼という形を取りましただからこの防護服っていうのはこれも思い入ってらっしゃる方いると思うけども中国当局の意を受けた、まあ、感染拡大で中国が大変だっていう時にあの二階さんに相談をした。で二階さんは 小池を東京都知事にアプローチして、はい、東京都が、まあ、在庫として持っていた防護服を中国に送ることになったという、まあ、ざっくり言えばそういう経緯だったわけです、うん、ね。はい、でこの中国が何かこういろんな団体を作ってやするきに今二階さんが名誉理事長だって言ったけどこれスライドして変わっていて今はね えと福田康さんんなですよだから今回の,あの最高顧問2人がこの<ー>この国際日本医療国際化機構とまあそれだけ近いっていうことがはっきりしていてで主催は事実上まあこの日本医療国際化機構ということになるわけですね。なるほどでこのねこの機構が何を目的にしているかっていうと。はい 中国における豊富なネットワークを活用し日中間の健康医療に関する交流をプロモートしもってその他のアジア諸国にその成果を伝えていく役割を担っていくことを聖なる使命とするって言っていて聖、うん、まあでもこれはあの言ってみれば、まあ、日本の高い医療技術を様々や吸収しようっていうのもあるでしょうしそれから 日本のその高齢者家護や何かっていうものの需要を中国のビジネスとしても組み込めないかっていうことも含まれているだろうとだからそこはいろんなことを多分していくっていうそのためのプラットフォームということなんでしょうね。うで、えー、この翔さんはねもともと上海生まれなんですね。で 映画監督と大物女優がね両親で,で日本に留学して映像技術を学んだと帰国してテレビドラマや映画の監督をしていたでビジネスの世界に転じたのは1990年代に入ってからで,で海南島のボアオに建設したリゾート施設がまあ有名で,でここを舞台にしたフォーラムがさっき言った福田さんなんかが関わっている。 それになるわけで、はい。で、この張さんの母親は毛沢東や周恩来、それから張さん自身は江沢民と親交を結んでいて、上海抜の経済エリートなんですね。で、その張さんを通じて上海人脈を築いたのがまあ二階さんと、いうことになるわけですわ。んなんかあの沖縄にリゾート老人介護 沖縄という島全体をそういう島にしようみたいな,なんかそういう計画があってでそこにはまあ中国人のいろんなまあノウハウというか人労働者を入れてっていうなんか計画があるって聞いたことがあったんですそのの背後にいるのかもしれないなかわ分かってるのはね <laughs>、えー、あの例えば年金運用のために年金福祉事業団が全国13か所に設置した。 保養施設グリンピアというのがあるんですが、うんはい、その施設の一つが二階さんの選挙区である和歌山県那智勝浦町に建てられたグリンピア南紀とあ<ー>これも聞いたことあると思いますがます、はい、この施設がね2003年に経営難に陥って閉鎖したんですが、ええ、するとこの翔さんが代表を務める中国企業香港ブルーオーシャン アアジアンオリエンテーション・リミテッドという会社がその那智勝浦町から再開発を請け負って南紀ボアオとして再スタートする。はあ、なるほどでグリンピアの跡地の大半がね、うん、その公募で請け負う作業を決めているんだけれども、はい、この南紀ではこの二階さんによって中国企業を まあその町側と年金資金運用基金に紹介するっていう形の異例の契約だったということはこれはもうはっきりしていてですね。で当時朝日新聞がこんな報道してたんですよね。少子は二階議員の友人として町長の最高幹部らと面会し再生事業の受けおう先に選ばれたと。二階議員は少子を関係者に紹介し。 契約書の署名の場にも同席したというという,、まあ、うんぬんと。んでまあこういう関係もあってでもこういう関係こそがつまりは日中国交回復後における日中友好が増進されているということに見なされるんでしょう。うまさに2020年春の叙勲でこの賞さんは旭日中受賞を受けたわけであります。えーっとね、極日賞っていうのは、はい 超国家または公共に対し、功労のある者が受ける勲章とされています。で、中受賞は上から数えて3番目で。この2020年春の叙勲では？在日外国人に限って言えば、このしょさんが一番上位の受賞者なんですね。そうなんですか、うん、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。高評価チャンネル登録コメント 待ちしておりますよろしくお願いいたします